ホランドはアメリカ合衆国ミシガン州ローアー半島の南西部オタワ郡とアレガン郡にまたがる都市である。オタワ郡には面積9.08平方マイルが、アレガン郡には8.13平方マイルが入っている。ミシガン湖の東岸に近くマカタワ湖の岸にある。マカタワ湖にはマカタワ川から水が注いでいる。2010年国勢調査で の人口は33,051人だった。ホランドを中心とする市街化地域の人口は95,394人だった。オタワ郡の中では最大の都市であり、2013年時点でグランドラピッツワイオミングマスキーゴン大都市圏に属している。ホランドはオランダ系アメリカ人によって設立され、その地域にはオランダ系アメリカ人の歴史遺産を引き継ぐ。 人々の比率が高い。市内には、ホープカレッジや、アメリカ・オランダ改革派協会の教育機関である、ウェスタン神学校がある。オタワ軍となった地域には当初、オタワ族インディアンが住んでいた。1846年、ジョージ・スミス牧師が、インディアンに対する布教活動のために、オールド・ウィングデン道場を設立した。ホランドは1847年、 アルバータス・バン・ラールテ博士の指導下に、オランダのカルバン主義分離派の人々が設立した。オランダでの緊迫した経済状態が彼らに移住を選ばせることになり、心境の自由を得たいという願望があったので、集団として結束し入植した。バン・ラールテとその集団は、ブラック川に近いオールドウィング伝道省を中心とする、オタワ族インディアンの居住地の中にある土地に入植した。 ブラック川はブラック湖に注ぎ、さらにその先はミシガン湖に注いでいた。この二つの集団による共同の土地利用というのはいつまでも続くものではなかった。最終的にオランダ人開拓者がインディアンから土地を買収し、インディアンはその生活様式と文化を守るために北へ移動した。1848年、ミシガン州では天然痘が流行した。 オタワ軍に大量の開拓者が流入してくることを考慮して、インディアンの州長、ピーター・ウォーカズーとジョージ・スミス・ボク氏は、町と伝道所をホランドから、ノースポートまで、船とカヌーを使って移すことに決めた。ホランドの初期の歴史の中で、バンラールテは、精神的な指導者であり、さらに政治、教育、財政的な事項も監督していた。1847年、バンラールテは、 アメリカ・オランダ改革派協会の会派を設立し、それが後に、ホランド第一改革派協会と呼ばれるようになった。1867年3月25日、ホランドは、市として法人化され、アイザック・カッポンを初代市長に選んだ。市では1871年10月8日から9日に、大化が起こった。この日は、イリノイ州のシカゴ大化や、 ウィスコンシン州のペスティゴ大火が起こったのと同じ日だった。ミシガン大火のためにマニスティアポートヒューロンも同時に焼けた。ミシガンのオランダ人開拓地ホランドは、教会の都市と呼ばれた。ホランド都市圏には170の教会があり、その多くは、アメリカ・オランダ外閣派教会と北たアメリカキリスト教会閣派教会の会派である。市内には1989年に、 イエスは何をするブレスレットの運動を始めた教会もある。1987年、23歳の市政委員フィル、タニスがホランド市長に当選し、最年少の市長となった。タニスは当時ホープカレッジの学生だった。中心街のチューリップの花壇ホランド市は、オランダの歴史的遺産があることで、おそらく最もよく知られており、市の文化的特徴の一部であるだけでなく、 地元経済にもそれが残っている。5月のチューリップタイム祭は近くのミシュガン湖でのオランダをテーマにした様々なアトラクションを含め毎年多くの監修を集めている。ホランド美術館には市の歴史に関する展示がある。その他、カッポンハウス博物館は1874年に建設されてホランドの初代市長となったオランダ移民のアイザック・カッポンが住んだ。今は 歴史博物館となっている。セトラーズハウス博物館は、大化を免れた建物であり、19世紀の家具や遺品を収めている。ホランド港東大、ホランドの中心街は、アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。融雪プロジェクトによって、近くの発電所から温水を通すパイプを付設し、中心街の通りや、速道の下に通して雪を溶かしている。 近くにあるホランド州立公園はミシガン州立の公園である。ホランド市の水路対岸にはビッグレッドと呼ばれるホランド高等台がある。設置から250年になるオランダ風の風車デイズワーンが市営公園となっているウィンドミル島にある。その高さは125フィート、羽の長さは40フィートある。毎年5月5日に最も近い土曜日には ラテンアメリカユナイテッド・フォー・プログレスが主催する祭りが行われている。またチューリー・パンズ・ラテの芸術音楽祭は、ラテン系住民の文化に対する貢献を祝している。2013年、ファーマーズ・インシュアランスが、ホランド・グランド・ヘーブン地域を、アメリカ合衆国で最も安全な中規模都市に指名した。2010年、ホランドは、ウェルビーイング・インデックスによって、 国内でも2番目に健康で幸福な街に挙げられた。CNN マネーは2006年にホランドを退職して住む場所ご決の一つに挙げた。通りを縁取るチューリップ観光客を歓迎する看板、ホランド州立公園のミシガン湖岸、毎年5月、ホランドではチューリップタイム祭を開催している。チューリップの植え付けと、 祭りは、この行事のために25万球の球根を植えた1930年に始まった。現在は、全市で600万球のチューリップが使われている。チューリップは、市の多くの通り沿い、市立公園、市の建物の外側に植えられ、さらに、ダッチビレッジのような観光地、市が所有する、ウィンドミル島公園、またベルディアチューリップ庭園と呼ぶ、チューリップ農園にもある。 通常は、町周辺に植えられた多くのチューリップが開花する、その時期である毎年5月の第2週に開催され、五代湖、クルージング会社のヨークタウン号など、クルーズ船がホランドを乗船場にしている。毎年約100万人の観衆が、チューリップタイム祭に集まり、地域社会では寄付金を集めたプロジェクトを強化する、革新的な方法を見つけている。 アメリカ合衆国でも3番目に大きな街の祭りに挙げられ、雑誌、リーダーズダイジェストからは小さな街の最良の祭りに挙げられた。この祭りには、毎年著名なアーティストなどが招かれており、例えば2000年は、シンガーソングライターのクリスティーナギレラ、2001年は、バンドのオーバンド、2004年には、ロックバンドのバーブ・パイプ、2006年には、 クリスチャン・ロックのジャーズ・オブ・クレーが来園した。コメディアンのエド・マク・マフォンが2007年に歌手のボビー・ビントンと共に来園した。コメディアンのビル・コスビーが2014年の祭りの主客だった。ホランドはマカタワ・コソイにあり、ミシガン湖岸が近い。その湖岸には多くのパブリックビーチが散在している。最もよく知られているのがホランド州立公園とトンネル公園である。 ミシガン湖岸には小さなビーチもあるがあまりよく知られてはいない。街の通りが湖岸に突き当たったところにパブリックビーチがあることが多い。市内の主要なショッピング街は中心街のメインストリートである八番通りを中心とするものである。小売店には地元民が所有する小規模の店に多様なものがあり、レストランにはホームカンパニー、アウトポスト、 JB& 目などがある。またホワイトハウスブラックマーケット、女性バンク、タルボットなど全国ブランドの店もある。他のレストランとして、j p ズコーヒー、ニューホランドブルーイングカンパニー、キュラーアイリッシュパブ、84ミイースト、ジミー・ジョンズなど多彩である。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は17.35平方マイルであり。 このうち陸地16.59平方マイル、水域は0.76平方マイルで、水域率は4.38%である。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。ホランド市は市政委員会、マネジャー方式の政府を採用している。市の日々の運営は市マネジャーとそのスタッフの監督下に行われている。市マネジャーは全部門の長を選定し、 予算案を準備し、その指名した全従業員を監督する責任がある。市マネジャーは市長と市政委員会の指示で動く。市長と市政委員が選挙で選ばれる役職である。2016年時点の市マネジャーはライアン・コットンであり、元はスプリングレイクの村マネジャーだったが、2012年2月9日にコランド市政委員会から指名された。その前任は、 ソーレン・ウルフであり、2011年春に退任の計画を発表し、同年9月に退任した。ウルフは1988年からシマネジャーを務めており、その前の1970年代半ばからはシマネジャー保を務めていた。現市マネジャー保は、グレッグ・ロビンソンである。ウルフが退任の意向を表明した時、ロビンソンはコットンがウルフの後任に指名されるまでの間、 暫定マネージャーを務めていた。ホランドの試験賞には、一人の市長と八人の市政委員を求めている。市長の任期は2年間である。市政委員のうち二人は、全市を選挙区に選ばれ、残る六人は六つの小選挙区から、それぞれ一人が選ばれる。市政委員の任期は4年間である。現市長は、カート d ダイクストラであり、2009年に、それまで、 長く務めていたアルバート・エイーチ・マギー派の公認として選出された。ダイクストラはそれ以前に市内の第5選挙区から選ばれた市政委員を5年間務めていた。ダイクストラはグランド・ラピンツ市を本拠地にする法律事務所ワーナー・のオクロス・ジャット・イル・ lp の共同経営者である。マーケット大学法学校で法学博士号を取得し、アイオワ州オレンジシティにある ノースウェスタンカレッジで学士号を取得していた。大学は極めて優秀な成績で卒業していた。ホランド公共事業局は1883年に創設され、現在は電力と上下水道を運営している。ホランドには世界最大のピクルス工場がある。H.J. ハインツカンパニーが1897年以来同じ場所で工場を創業しており、現在は 植物の生育期に1日100万ポンド450トン以上のピクルスを加工している。インターネットのウェブログの初期で影響力があったスラッシュドットの誕生地であるホープカレッジの学生ロブクマドルタコマルダが創設した。その他に次の企業がホランド市内にある。ホランドの近くには空港が2つある。レクリエーション用のパークタウンシップ空港と 大型で企業やチャータージェット企業のウェストミシガン地域空港である。どちらの空港も定期便は飛んでいない。商業便が運航されている最寄りの空港はグランドラピッツにあるジェラルド・アール・フォード国際空港であり約35マイル北西に位置している。鉄道の定期便ではアムトラックのペレマーケット号が東のグランドラピッツと西のシカゴをつなぎ、 さらに東西の各所とつながっている。ホランド市と周辺地域はマックスの交通体系があり、オンデマンド便や高速バス便が運行され、市内の各所や市外の商業、医療、政府の場所とをつないでいる。この体系は以前にあったダイアルアライド交通体系が発展したものである。市内には次の高規格道路が通っている。マカタワ湖とミシガン湖の間の水路は、 プレジャーボートや商業用船舶の通行が可能であり、湖水の貨物船もホランドの港に入り、石炭、塩、鉄くずの積み下ろしを行っている。ありがとうございます。